まあ、こんにちは私は NPO 法人女性人権支援センターステップの理事長栗原香由美と申しますよろしくお願いします 今日はですね第2部としまして DB 加害者ととととの出会いいいいいうこでお話を進めてきた思ます流れとしましては更生プログラムを立ち上げた理由それから DB 加害者は変われるのかということそれから DB 加害者の特徴また更生プログラムの内容変化の事例などを話を進めていきたいと思います。 まず最初に構生プログラムを立ち上げた理由ですがえ3つを挙げてみました1つは15年間のシェルター経験から来ていますシェルターでも電話相談を受けておりましたが多くの被害者が私は D 病を受けていますがどうしたらいいでしょうかということで相談に参りますその時に私が答えた理由は答えた点は2点しかないんですね1つは 逃げてくださいでもう一つはもし家にいるならば、まあ、ご自分で逃げる場所を確保しておくとか相談相手を確保するということを伝えていました一部でも申し上げましたように100人人中8人ぐらいいしか逃げてないんですすね後の方は家にままりますそうしますともうボロボロになってシェルターに来るというようなことになっていますのでもう一つの えー、解決として DB 加害者に代わっていただくこと元を立たなければならないのではないかということで DB 加害者更生プログラムを立ち上げるのが根本的解決につながるのではないかということで立ち上げる決断をしましたそれから2番目ですが皆さん伊勢原の事件っていうのを覚えてますでしょうかもう56年前でしょうか、えー、妻が シェルターに逃げて転々とシェルターをした後アパート設定をして、まあ、その前に離婚をしているんですけれども離婚して7年後経ってもですね夫は妻を探偵を使って探し当ててちょうど妻が幼稚園に子供を送っていく朝の早い時間帯に妻の首を切りつけたということですねですから離婚も解決ではないということですね。 それから、まあ、警察で逮捕されても何も変わらないで刑務所から出てきて全く変化がないということでこれも解決にはならないということでやっぱり、えー、加害者に変わってもらうことしかないのかなと思いましたそれから、えー、根本的解決はやっぱり加害者に変わってもらうことなんですがこのえー パワーポイントのの絵絵はどこの絵だかかかりますか富士サファリーパークの絵なんです先日も夫とここに行ってきましたけれどもお客さんはですねバスに乗ってそして自由に動き回るライオンやクマの間を走るんですねまさにこれがですね、えー、被害者と加害者を表しているのではないかと私たちのところにやってきた加害者が言っておりました あいい例だなと思って私は使わせていただいてますが、えー、バスに乗っている人が被害者そしてクマやライオンが加害者クマ、えー、やライオンは自由に家も買えず仕事も買えず友人も買えず妻は逃げているんですけど何にも変わらずに悠々と生活をしているわけです。妻は バスに乗って不自由な生活シェルターに行っても本当に不自由なんですねまあ携帯は使えない仕事にも行けない子どもは学校にも行けないというような日常生活から隔離された生活をしているわけですですからもし離婚したとしてもずっとこう隠れて夫から逃げ回って生活するような状態がこのバスに乗っているということと重なるのではないかと思いますですから このバスから被害者が降りるにはですねクマやライオンがウサギや猫になればいいわけですよねまさに私たちのところに来る加害者はウサギや猫になっているんですねそうすれば被害者はバスから降りてそのクマやライオンではなくウサギや猫と共存できることになるということでまさにこの加害者更生プログラムは この富士サファリーパークのようなものではないのかなと思いましたそしてもう一つここには書いてないんですが付け加えることとしましては私はクリスチャンなので本当に壊れた家庭の人たちに私がどれだけの支援ができるって本当に限界があるんですよねその時に私は神様を知っていることで一組一組の壊れた家庭を 神様の御手に委ねてきました6年間でですね、まあ、1年間に50人ぐらい来ますので、まあ、300人以上の壊れた家庭カップルと向き合ってきましたが本当に一つ一つを神様の御手に委ねて神様が最善をなすしてくださるということを信じて今日までやってまいりましたがもし神様を知らなかったら私はこの重い働きは やり通すことができないあるいは潰れていたのではないかと思います本当に神様に委ねることができるということがどんなに私を助けているかまた私が救われているかと思いますそして私の思いをはるかに超えてたくさんの宮沢を神様は一組一組のカップルにもしてくださってまあ選択理論の効果もありますが本当に神様が働いてくださって多くの 壊れた家庭ががもう一度再生することができていますそういう意味でこの働きは神様の働きだなと思っていますそして DB 加害者は変われるのかっていうことですがこの世の中の方々はほとんどの方々が変われないと思っていますですから DB 被害者は、えー、市役所の窓口とか、まあ、DB センターとかいろいろなところに相談に行きますが ほとんどのところで言われることは DB 加害者は変われませんですから離婚しなさいということで希望を失って最後の砦としてステップにやってきますえステップではブログを出しておりますがそこに加害者の変わった体験談が何十件と書いてありますが彼らはそれを見てあここは変われると言っているということで最後の砦として ステップに行って更生するか離婚かとそんな存続どこ状態で妻たちがここに夫を連れてきます変われるかどうかということに関しましては私は人間観だと思っています私は聖書神様を信じていますので、えー、人間は変われるという視点からデイビー加害者は変われると信じていますその理由を4つ挙げましたが 神様が私たち人間を作ってくださいましたそこから来ているんですけれども神の形に作ってくださったんですが神様は愛の方ですから私たちも人を愛する器として作られたと思っていますそして多くの DB 加害者は愛の名のもとに愛だと信じて妻を教育しようしつけようというようなことで DB 行為を行ってきますがこれは えー、健全な方法ではないわけですよねそして壊れた時に d v 加害者はよく一回目の面談で泣く加害者がいるんですけれどもどのようにしたら妻を愛せますかと愛し方がわからないので教えてくださいと泣く加害者もたくさんいます本当に健全な愛し方を両親とかこの世の中で良きモデルとして 見ることとがなかっったと彼らは言っていますですから本当に人は人を愛したいんだなだけどその方法がわからないということが起きているのではないかと思いますそれから二つ目の理由として考えることができる器として作られたということです DB 加害者の問題は、まあ、精神病でもないしお酒を飲んだからでもないし歪んだ 考え方が怒りを起こしそして暴力行為を起こしていますですから考え方を変えれば健全なものに怒りが収まり暴行行為が止まるということが起きていますので神様は私たちを考えることができる器として作られたということはまさにこの DB 加害者は変われるということを示しているのではないかと思います。それから3番目に 高価でたっという器しして作られま DB 加害者は世の中では非常に尊敬されている方々ですそして才能も人格も素晴らしい方々です妻にのみ暴力を振るうという特徴を持っていますですから彼らはそこのところを妻にのみ振るうところを直せば本当に人格的にも素晴らしい方々そして人は 何回でもやり直しができますので自分が間違っていたと知ったときにです、ね、この構成プログラムに来て1年間通うわけですけれど52週彼らは本当に苦しみながら変わることを実行していきますその姿勢そして自分がどんなに間違っていたかという自分に向かい合う姿勢本当に素晴らしいと思います、まあ。構成プログラムに来ていただくと わかると思うんですが、えー、加害者は自分がしてきた弱かった点汚い点などを皆さんの前で発表して自分が悪かったということを本当に認めて変わろうとしていますその姿勢を私は本当に高価でたっといと思っています神様も罪を悔いる心が本当に最高に素晴らしいものだと聖書でも言っていますが このような姿勢を持っている加害者を私は今は尊敬しています。それから4番目が清い器として私たちを作られました。人は、えー、傷をつけるとどんなに痛むかっていうことを加害者は最初は全然気づいてないんです。妻が悪いと言ってきますけれども、ステップで学ぶ中で、 妻がどんなに傷ついてきたかということを知った時に彼らは本当に悲しむんですねそして涙を流すしもがいてなんとか癒やそう償いたいと一生かかって償いたいというような気持ちを持っていますそういう意味で私は人は清いなということを思いますそんな4つの点から加害者は変われるということを信頼して 参加者にも言っています自分が変われることを信じてくださいと人は何度でもやり直すことができるということを信じてくださいと伝えています妻たちにも夫の変化をどうか小さいところを探して褒めてあげてくださいというふうに伝えていますですから加害者が構生プログラムの中で 先生幸福変わりました」って言った時に「私は素晴らしいですね」ってこう褒めるんですね。もし私がそんなななの嘘だよ誤解だよよ誤解っっっって言ってて言認めなかかたら彼ら彼は変わっていかないと思いますという意味で変わることを信頼していくということをステップも私も加害者も妻たちもみんなで信頼していくということをしていこうよということで変化への大きな原因の一つとして ここのことを掲げていますそして加害者は本当にその信頼に応えてくださって80%の方が変わっているんですねある方は脳を手術したように変わったと妻が宣言しています。ということで、えー、私は更生、えー、プログラムでそのような変わった方々に出会うことによって多くの力や勇気や 励ましや神様の素晴らしさを経験させていただいていますそれから DB 加害者の特徴なんですけれどもたくさんありますが主に4つ挙げました DB 加害者のまず一番の特徴は正しい病なんですね自分は正しいパートナーは間違っているだから変えようパートナーを変えようという ことが起きていますこれが常識だろうということでパートナーに変わってもらおうとすることで暴力を振るっていますそれから非常に自己中心ですねパートナーがどんな気持ちでいるかっていうようなことを一切考えたことがないですそして自分の気持ちのみに焦点を当ててて自分がどんなにかわいそうか 妻が僕の言うことを聞いてくれなくて、どんなに僕が悲しいか、そのことのみを考えて怒りになって妻を変えようとします。自己中心ですね。それから3番目が、えー、共感性のなさですねえ。妻がどんな気持ちでいるかなんて考えたことがないという方が100%です。うちに来る加害者は。そして初めてステップに来て、妻が 怒鳴られたり叩かれたりするとどんなに傷つくかってことを知っていくんですよね初めて共感ということを学びますまた男性はその感情に焦点を当てるということを非常に詐欺すんでいますね女っぽいめめしいとかっていう考えを持っていますので自分の中に感情が起きているということも気がつかない 悲しいとか寂しいとかも気がつかないので妻にもそんな気持ちがあることを気がつかないステップに来て初めて自分にも感情があったと妻にもあったということで共感性を学んでいきますそしてまあ相互して言えることは「愛してほしい」SOS だということですね多くの男性は自分のことを分かってほしい 自分のことを理解してしてほい妻が反発すると分かってもらってない理解してもらってないってところから怒りが来て妻に暴力を振るんですけれどもその裏側にあるのはか愛してほしいっていう気持ちなのかなというふうに思いますそしてみことばを掲げたんですが「彼らは何をしているのか分からないのです」というイエス様が最後の十字架のところでかか あのおっしゃった言葉ですけど本当に加害者もこの通りなんですね自分がしていることが何をしていたのかわからないほとんど覚えてないんですよ妻に対して暴行行為もいつしたのか何でどなったのかわからないほとんどカーッとなっていて忘れているそして自分のしていることが悪いとも思ってない妻が僕を怒らせたということで本当にイエス様のおっしゃっていた言葉が このの DB 加害者にはは当てままるのかなと思いますねそしてステップに来て彼らは自分がしてきたことに目覚めていくということが起きてきますそれから、えー、加害者の特徴なんですが、まあ、どんな方々がこのステップに来るかということですが年齢は10代から70代まで本当に幅広くきます大体いい多いのが30代40代ですかね ちょうど結婚して10年20年経った時に妻たちがもう限界でもまだ30代40代だったらもう一度別な人と結婚できるかもわからないというような思いもあってもうこの30代40代が圧倒的に多いですねあと70代ぐらいの方でもちらほら来ていますけれども彼らの来る原因はもう人生長くないとそんな時にやっぱり最後の最後には妻と お前と結婚して良かったよって言って死にたいということで来る70代の方もいますね。それから、えー、職業ですが、これもありとあらゆる職業ですね。えー、大学教授から医師からタクシードライバーから公務員から、まあ、驚いたことには警察官も来ますね。それも生活安全課と言いまして、DB の行為を聞く人、そして、えー、教える人も、 来ますね警察官でっていうようなことあとあのホストの方も来ますねあとヤクザも来ますし本当にいろいろな職業ですからすべての人にこれは怒こることだとこういう職業だけっていうのはないですねですからこれ彼らの特徴は、まあ、精神病でもないしアルコール依存症でもないし なぜ暴力を振るうかと言いますと何回も伝えていますように歪んだ価値観を持っている人が暴力を振るうということでその方たちが、えー、ここにやってきますそして、えー、構成プログラムですが「52週えています、えー、そんなにたくさん来るんですか?」っていう方がいますけれどもまあ一 1>, 1週間は1日24時間として7日間で160時間ぐらいのたったの2時間と考えると本当に少ない時間ですけれどもじゃあなぜ1年もかかるのということですけれども多くの方が疑問に感じるところかも分かりませんけど私たちは歪んだ思考から行動に移ります行動が習慣を作ります。 ですからそれがもう,パこうリズム化してパターンになっているのでそのゆがんだ思考を健全に変えて行為に変えて習慣化するまで30年40年続けてきた思考をそんなに簡単には別な習慣化ができないので習慣化するのに1年かかると思っていますそして大体まあステップに通ってですね半年ぐらいすると まあ怒りが出なくなったという方が現れてきますね。で、それが習慣化するのに一年ということだと思います。で、この右側の新聞は毎日新聞ですが、まあ加害者が8割出脱 DB ということで、えー、ステップでは8割の方が構成していますが、あとじゃあ2割がなぜ変わらないかと言いますと、妻が悪いと言っている方です。 ね「妻が僕を怒らせる」「それは違うよ」と言うんですけどもそこがなかなか抜け出せない方々が変わらないんですなぜかというと実行しないので実践しなければ変わらないのは当たり前ですよね。ということで2割の方々はなかなか変わらないという現象が起きています。それから えー、じゃあ構成プログラムで何をするのかということですが、まあ、2時間あるんですが2時間目が、えー、実際に、えー、1週間起きたことを反省してこんな成功体験こんな失敗体験ということで振り返っていただくんですが、えー、振り返りの中でし、えー、ていただくことは 自分たちの中に何々すべきというルールをいっぱい持っているんですよねこのすべきを探し出すことですね振り返りの中でそしてこのすべきを壊していくことこれが怒りを生み出さなくなっているんですが例えば妻はお掃除をするべきとか妻はいつも笑顔でいるべきとかある加害者の方は20項目妻に。 すべきを考えていましたね本当に持ってるんですね妻は帰ったら、えー、まず僕より先に「お帰りなさい」を言うべきと夫が先に「ただいま」言っちゃダメなんですよ妻が「お帰りなさい」って言ってその次に夫が「ただいま」言わないとずっと不機嫌になるとそして妻がいつも笑顔でいるべきと。 ふてくされた顔をしたり沈んだ顔を夫の前では見せるべきではないということで妻が不機嫌な顔をしていたら叩く夫がいるんですねあと夫が帰ったらもうご飯はできているべきで,できてないと怒るわけですよねそれから、えー、朝は夫より先に妻は起きてご飯を作るべきこうそのような小さな些細な事柄に いいいっっぱいべきを持っていますそしてそれが妻がしないと怒るということなのでこの「べき」を壊していただくということをしています。まさにこだわりや執着ですよねそして、えー、リフレーミングということをしますがリフレーミングって英語で枠を変えるという意味ですが考え方を変えるマイナスの考えをプラスに変えるということをしてもらっています。えー 批判的な考え方が怒りを生むんですね感謝は喜びを生むんですですすから批判的な考え方を感謝に変えてもらういいところを探してもらうっていうことでリフレーミングをしていますが例えば人生って突然何かが起きるわけですよ突然妻が反発的になったり攻撃的になったりしたりすることがあるわけなんですね。別に夫婦関係だけでなく まあ人生にはいろいろな予期せぬ自分たちは悪いことと思われることが起きるんですね突然の交通事故とかあるいは台風が来て家が流されたとかそういう時にどう考えるかなんですよ最初が何でこんなことが起きるのってなると怒りが出てきます悪いところばっかり探すからでも「よかった」をまず入れてもらうんですね聖書の中に全てのことを「感謝しなさい」という言葉がありますが。 何か起きた時に「良かった」を入れると不思議なんですが脳は「良かった」探しをするんですよそうすると不思議とね感謝がこう見つかってくるんですねそうすると怒りが喜びにこう変わっていくんですねですから皆さんには「妻が反発したら良かった」と入れてくださいというふうに伝えていて「今まで怒ってたことが怒りにならなかった」とかよくあのまた DB 加害者は車を運転していて 車がが割り込まれるとっったって人が多いんですよ降りていって相手の窓叩いて引きずり下ろして叩いたとかいう方もいるんですけど、まあ、そういう方も突然割り込まれた時に良かったとか入れると良かった理由をこう探すのでもしかしたら相手の人は急いでいたかもわからないもしかしたら何か違うことを考えていて割り込んじゃったかもしれないっていうことであ あの相手のことを考えるチャンスが与えられたということでよかったって入れて怒りがなくなくった方とかいますねそれからえ何でももありといいう言葉を入れてもらいますこれはあるまあ精神科医の先生から聞いたお話ですけどまあご自分の息子さんが自殺したんですけどその時彼を救った言葉は「何でもあり」だったそうですね。 人生にはこここんなこと起こってはいけないっていうことを精神科の先生してるとこんなこともあるのこんなこともあると驚く霊障がいっぱいらしいんですけど何でもありということを彼はそのクライアントから学んでいて自分の息子が亡くなったと死んだ時も何でもありって入れた時にかなり楽になったと言ってますねそれをまあ加害者にも伝えて何でもありを入れてくださいそうするとと想定外のこででも自分で 受け止めることが,需要することができそれから「まあいいか」も入れてもらいますこれは執着しないこだわらないそれから許すことができるっていうことですけどあの小さな命に関わること以外はまあ,まあいいかで流しましょうと言って伝えてますがそうするととってもこう楽になるんですね。というようなこの魔法の言葉をこの思考の中に入れていただくことで彼らは怒りがほとんど出てこないと。 いうふうに言いますそれからですね公正、えー、プログラムの内容の中でステップに来ての目標は二つあります一つは DB 行為をなくすことですよねでも DB 行為をなくしたとしてもそれは普通の人なんですよさらに妻を尊重できなかったならばこれは 変わったって妻には分からないわけですよある人は、まあ、DB 行為はなくなってどのらなくなった叩かなくなったけど自分の意見も言わなくなったしつまんない人になっちゃったっていうことで妻が相談に来たケースがありますけれども大切にするってことをしなかったら本当につまんない人になっちゃうんですよただ怒らなくなっただけではでじゃあ何が大切にする行為なのかということを先週も えー、シェルターで、まあ、私がどんな対応をしたかというところでお伝えしました7つの良い習慣これはまさにまあイエス様があの当時の人々に関わっていた対応だと思いますけど、まあ、7つこれを身につけていただくんですね彼らは左側のブルーの習慣、えー、相手をコントロールするためにですね文句を言う責める罰するガミガミ言う。 というようよな脅すというようなことをしていたんですがそれをやめていただいてまずこの「傾聴する」っていうのを大切にしていただいてますこの7つの習慣の中で一番、えー、大切なのは「傾聴する」っていう言葉だと思っています傾聴するって言ってもどういうふうにするのか皆さん分からない方が多いんですねほとんどの方は 大概妻が話し始めるとそんなことないだろうということで自分の意見をバーッと言って結局妻の話を聞かないで終わり自分の意見を押し付ける場として会話が行われているんですね、えー、先週、えー、私がカップルカウンセリングもしていますがそこでとても貴重な体験をしましたあるカップルが来たんです40代のでもそのカップルは壊れていると夫婦が共に言ってます。会話もない 挨拶もないいと言っていましたで。突然私の前に座って2人がですね、えー、喧嘩を始めたんですよ。で私が「じゃあ喧嘩をしていたのでそこをやめていただいてそのそうなんだね」って相づちを時々打ってくださいというふうに言ったんですね。で夫が、が、お前はこうう言っっただろうって時、妻が あんたそれは妄想よ、私なんかそんなこと言ってないわよっていや言ったみたいになってたんですけど夫が妻が妄想よって言った時にそうなんだねって妻に声をかけた時に妻が泣いたんですよなんでかっていうと結婚生活7年間の中で初めて人間として扱われたって言ったんですよ。 そして笑顔も失われていたものがたった一言そうなんだねって需要の言葉が彼女を変えたんですよそれからこのカップルはラブラブになったと聞いていますということで傾聴がとても大切そうすると信頼するそれから尊重する励ますがどうしたらいいかということが見えてくるということですねこれを身につけていただいていますですからロールプレイもつまやこうい役でしていますそれから、まあ 変わることができるるものとと変えこができないものは感情と生理反応それから他人と過去は変わらないですけど変わることができるものは自分の思考と行為それから現在と未来と過去への解釈は変わりますそして事例なんですけれども えー、私たちはここはあの定款で宗教活動をしていけないということで聖書の御言葉をそのままストレートに語ることはできないんですけれども、えー、私が噛み砕いて消化したものをいろんな形で伝えていますので、えー、シェルターの時も何人もクリスチャンになった方がいますし構成プログラムでも私がクリスチャンであるってことは彼らは 私は言わなくても気づいていただいて教会に行く人も増えています、その中で夫婦で洗礼を受けたケースもあります。 あのこの夫は非常に凄まじい暴力で Mr.DB とあだ名があったぐらいですけれども前の妻も17年間 DB を行っていて裁判で離婚に行きましたけど妻は17年間生き地獄だったと言ってましたね次の妻もストーカーから始まってまた結婚したんですが6ヶ月で妻が逃げてしまったんですけど、まあ、夫が更生プログラムに通ってですねで代わって、えー 夫も妻も妻洗礼を受けました牧師もここにか関わってくださっていて暴力を振られた時いつも妻が教会で関わっていたということでこの夫婦はまあ洗礼を受けるようになりましたね素晴らしいと思いますそれから、えー、悲しみがゼロになって6年という方がいますが、まあ、初期の頃来た第一期生ですが彼も凄まじい暴力を8年間ぶったり蹴ったりしていましたところがまあステップにてて変わって 彼は6年間怒りがゼロになったそうです妻がそれは証言しています今は妻の方が怒って彼からこう慰めてもらっているということをしているそうですですから えー、ゼロにななるることとはあるんだなと思いますで彼は言ってますね本当に自分が変わったかどうかは自分が死ぬ時にあなたでよかったって妻から言ってもらうことで僕は変わ,って変わったんだなと思えると思いますということで今も頑張っていい夫婦,夫婦関係を築いていますそれから3番目が、えー、DB 連鎖からの解放ですが、まあ、ある時父親がですねステップにやってきて。 でその夜電話がかかってきましたで先生あの息子があのグループのリーダーを中学校でしていて友達の財布を盗んだということで今学校から帰ってきますけどどうしたらいいですかと言われて今までどうしてましたかって言いました今までもしょっちゅうありましてもう怒鳴って怒ってその日は部屋に閉じ込めてご飯はを与えないことをしていました。 治りりままししたたかとったらもっとひどくなりましたじゃあ反対のことをしましょうということで傾聴してくださいどうして盗んだのってそれだけ聞いてくださいと伝えたら、えー、その夜彼は実行したそうですそして次の日の朝彼から電話がかかってきて「先生我が家に久しぶりに笑いが起こりました」と「妻はシェルターに逃げています」「中学生の息子と4歳の子供を置いて逃げ,た逃げました」と「久しぶりに我が家に息子 笑いが起き息子がいろんなことを話してくれましたとそしたら次の日に息子から電話かかってきて「僕は、えー、お父さんの DB を見て妹に虐待をしてましたと」としょっちゅう妹を叩いていましたということで連鎖を防ぎたいということでこの中学3年生の息子さんは父親と一緒に6ヶ月。 ステップにに通って見事にそこから抜け出しましたそしたそてそれだけでなく学校でもグループの人たちにいじめをやめようということで皆さんにも言ってその学校が変わったということも聞いていますそれから最後に娘から両親への暴力ということですがこれはあのクローズアップ現在に出た時に岐阜県から父親からそれを見て電話がありました娘がもう物を壊してしょうがないとどうしたらいいですかということで。 それで娘さんにも来てもらいましたそこで分かったことは母親の、えー、支配父親の放任ですねっていうことが分かりましたそれで父親と母親に来てもらったんですで四者面談をしましたその時にこの娘さんがですね父親と母親にした質問が私は全国の子どもの声のように聞こえていつもこれを思い出すと涙が出るんですけど お父さんお母さんあなたたちはなぜそんなにたくさん喧嘩をするのって愛し合ってるのって私はこんな家に生まれたくなかったって娘さんが言う。20代の娘さんです22歳ですから、ね、言ったんですねだから2人とも答えられなかったんです「愛し合ってるの?」って聞いた時答えられなかったんですそしてお父さんは地域のバレーボールのコーチをしてましたので 娘さんを抱いたたこともなかかったそうですですすら娘さんは母親から支配された時にですねお父さんに訴えたのにお父さんは一度も娘さんの話を聞いてくれなかったそうですで娘さんがお父さんに聞いたんです「お父さん私の好きな色を知ってる?」って何も答えないです「お父さん私のお友達の名前を知ってる?」何も答えない お父さんは私の好きな食べ物を知ってる何にも答えないんですで次にお母さんに聞いたんですお母さんはなぜ私が赤い洋服を着たいのに許してくれなかったの何で赤しあの黒しか着せてもらえなかったの私は髪の毛が長い髪をたらーっと垂らしたかったのになぜひっつめ髪にしかできなかったのお母さんって支配でしょ何でそんなこと私にしたのそしたらまあお母さんが パッと娘のところへ飛んで行って頬ずりしてですね、まあ、大き大たくさんの涙を流して大粒の涙を流して「ごめんねごめんね」って20回ぐらい言いましたかねでもその間お父さんボード立ってるんですよだから「お父さんはどうするんですか?」って聞いたらお父さんも言って、まあ、娘に抱きつこうとしたら「娘さんが不潔だから来ないで」って言ったんですけどまあ手を握って「お父さんもごめんね」って何回も言いましたね。 で私の顔を見たので彼女が「えー、許せますか?」って聞いたら「うん」って言ったんですそして急に笑顔になったんですねでそれで岐阜に3人で帰ってきましたそれからこのお父さんとお母さんは変わったんですね彼女はちょっと仕事で兵庫の方に移ったんですけどお父さんは毎日メールで一言ですよ「朝顔が咲きました」とか娘に送るようになりました お母さんも電話で一切支配をやめましただけど娘さんは1か月に1回兵庫から私のところにお話しに来たんですその時に「なんでそんな高いお金を使って兵庫から来るの?」って聞きましたら私の話を誰一人として聞いてくれたことがなかった両親も聞いてくれなかった友達も聞いて恥ずかしくて話せなかったでも栗原さんが私の話を聞いてくれただから 人に話を聞いてもらうということがこんなに私の人生を変えるか私にはどんなに必要か分かりましたので1ヶ月に1回来ますということで6ヶ月ぐらい続きましたね。で向こうでもお友達ができて、えー、話を聞いてくれる人ができたので少し楽になりましたのでもう卒業できるかと思いますということで最近は来なくなりましたけども傾聴するってことがどれだけ 相手を立たせるか、相手の人生を変わらせるかと思います。で、うちにはストーカーも来るんですけれども、えー、あるストーカーは、ですね、えー、妻が逃げたときに子供と一緒に、妻を探して殺そうと思ったんですね。探偵のところに行っても、弁護士のところに行っても、警察に行っても、みんなお前は犯罪者だという、上から目線で、なんでそんなひどいことを DB なんかするんだということで、ずっと、 彼を責め続けられたらしいんですけどステップに来て私が彼の心の暗闇ですね彼はずっと両親から虐待されてきたんですけどそんな思いも全部聞いた時に彼が大泣きしたんですよそして彼の中から殺意が消えたと言っていますですから本当にストーカーも DB 加害者も傾聴するということで彼らの心の暗闇から その本当にその悲しみが消えていくことでまた回復していくということを経験させられていますこのように多くの加害者がですねステップでは本当に変わっています変わっていきますですから本当ここは4例しか出してませんけどもステップのブログを見ていただくとたくさんの事例何十件の事例がみんな違いますけど出ていますのでぜひご覧になっていただいて。 人間は変われるんだ神様がそのように作られているんだそして、まあ、お祈りをした時に神様が本当にその一組一組に働きをなしてくださっているんだということをぜひ皆さんにも知っていただきたいと思いますそしてこれからもステップはこのような働きを続けてですねやがて本当に日本から DB がなくなることをそして 各家庭がです、ね、本当に笑顔のある家庭愛のある家庭でいっぱいになっていただきたいということで、えー、頑張っていますのでどうか皆さんも本当にお祈りで支えていただきたいと思います今日も長いお話でしたが最後まで聞いていただいてありがとうございました。